はい、ピアノ屋 .com の防音工事ですけども、ここの部分に設置をしていきます。ここのスペースのところにね、防音の電話ボックスをもう一個作るみたいな、そんな形で、防音のお部屋を作りますのでね、どうぞ完成まで楽しみにご覧ください。